しもし。も、もしもし。聞こえますか？トゥッシーさんです。ダークソウルレベル1全ボス撃破、呪術魔法禁止、秘籍禁止クリアしました。ありがとうございます。怖くないでしょ、普通だよ。ということで、すごくやりたくて仕方がなかったゾンビちゃん退治、久々にやります。操作方法ちょっと忘れちゃったからリハビリですね。さあやっていきます。挨拶をまずしていきます。1個目さん、2個目さん、3個目さん、5個目さん、7個目さん、8個目さん、10個目さん、タカタンさん、23個目さんいらっしゃる。あ、おやすみ。ちょっとじゃあ久々にやっていきます。バツボタンがイエスボタンなので、ちょっとダークソウルと全然違うから、ちょっと、いや元気なくないよ、普通だよ。33個目さん、5個目さんいらっしゃる。普通だよ。え、普通なのに、なんか、なんでそういうこと言うの？そう、だからなんか、逆にショック受けるからやめてよ。メルタンいらっしゃる。39個目さんいらっしゃる。いや、だって、会社でも、なんか、トシーさん、風邪ひいてるんですか？みたいな。ふざけんなよと思って。いや、全然引いてないよ、大丈夫だよ、みたいに言ったけど、心の中は、普通なのに、って思って。っていう、いつの間にか。39個目線、42個目線、44個目線いらっしゃる。風邪ひいてるような声か、そんなに。Hey, what's up, Spike? ねえ。これがジャンプ。ちょっと待って、もう忘れちゃったよ。これが様子を伺う。これ、ん？もう忘れちゃった、やり方。これ殴るでしょ？これ殴る。これ蹴り。蹴り、ジャンプ蹴り。千里さん51個目さんいらっしゃる。ジャンプ蹴り。蹴りね。で、これが、シュッていくやつ。これが流れね。58個目さんいらっしゃる。バックドロップさんいらっしゃる。ちょっと待って、ちょっと夜だから一旦休むか。よし、弓矢
ちょっと忘れちゃったから、やり方。よし。次回休みましょうか。こうやって見れて。もうやり方忘れちゃったよ。よし。なんかアイテム、あ、なんかあるある。ああ、保管所か。朝まで待って。よし、行きましょう。よっと。お風呂大好きだからね。ラブホなんてもう何年ぐらい行ってない何年ぐらいっていうかもう一度も入ったことないです。フシーさん、そういうこと全然わからないから。よし。オッケー。いや、はいはいじゃなくて。なんで？ちょっと待ってね。ああ、もう全然覚えてない。忘れた。フェンリアさん。ありがとうございます。広告ありがとう。78個目さん、82個目さん、75個目さんいらっしゃい。え、なんなの気持ち悪いんだけど、褒め出すのやめて。え、なんなの急にご機嫌取りし始めるのやめてくれる？どうしていいか分からなくなるだろうが。中畑清さんいらっしゃい。ドロップアタック、グラウンドパンチの攻撃や、グラウンドパンチはいらん。パワーアタック。周囲の敵を一度に効率的に。両手武器を必要とする。グラウンドパンチの攻撃力と攻撃範囲が向上する。グラウンドパンチ。地面に強烈な一撃を打ち、周囲の敵を倒す。空中で丸をして実行。両手武器持ってない。ウェポンスロー。敵に近接武器を投げつけて大ダメージ。2回押して、狙いを決めてから。いやー、これなんかあんまりいらないような気がするね。いるのもないもんね。いや、これで。いるのがないから。高尾さんいらっしゃい。インベントリー。ちょっと待ってね。アイテムが。うるさいな、もう。いらないかな。あ、すごい強い武器がある。邪悪な刀。強じゃん。嬉しいなぁ。いや、そうやって言ってくれるのはいいけど、実際に、実際に萌え声系の方が、好まれるでしょう。攻撃的応答。気を落とすな。毒系か。あーさん、ありがとうございます。高校中。エクソシスト、117、あー。93、ちょっと待って。93プラスでしょ。茨の冠。あ、85。ひどい二日酔い。何これ。
攻撃的オート117。120個目さんいらっしゃい。うるさいもう。うるさい。マジだって、あれだよ。はいね。もうちょっと、もうちょっとね。え、なになになに？うわ、あいついるじゃん。あ、違う。あ、ゾンビか、ただの。1321コミさんいらっしゃい。久しぶりすぎてちょっと。ウェーイ。イェーイ。うわ。うわ。イェーイ。カモフラージュって言われるんだけど。13、6個目さんいらっしゃ。よし。よいしょ。かわいそくない、かわいそくない。もし首ぼき、首ぼきしよう、首ぼき。はい、どけ。イエーイ。え？いやいや、仲間ですよー。はい、ぼき。はい、ぼき。ぼきぼき。はい、ぼき。はい、ぼき。イエーイ。カムフラージュして、やっぱり楽しいぜ、やっぱり楽しいぜ。うわ、いっぱい寄ってきたぜ。見て見て、マップたち。見て見て、マップたちだよ。1号、2個目線、1号、9個目線いらっしゃる。見ててね。見て見て、縦にマップたちだよ。縦にマップたち。楽しすぎる。よいしょ。ちょっとなんかいっぱいいるね。動き。いっぱいいる。姫様ボイスと呼んでくれ。カムフラージュしてるから大空に心配はないからね。てめえか。もうびっくり。首がなくなった。196個目さんいらっしゃい。
し。てめえ。おら、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 いや、おすすめの生放送で休みに来てね、ありがとうございます。高校中、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 ブレーニュー。おお、だーよ。よし、238個目さえいらっしゃん。楽しすぎるぜ。よいしょ。で、目的地、目的地、スプレーの塗料の缶を3つ探す。スプレーの塗料缶3つ探せだって。あ、なんか、ランダムクエスト発生してる。しょうがない、助けてやるか。おら、おら。よし、助けてやったら、おら、おら。あれ、味方まで殴っちゃった。はい、報酬くださーい。やったー。よし。249個目さんいらっしゃい。誰かに抱かれたか、抱かれる人なんていないんだけど。よいしょ。げー。あ。痙攣してるよ。ウサウサさんいらっしゃい。近すぎた。近すぎた。近すぎたよ。ちょっと近すぎちゃったみたいだった。
しいなぁ。なんかこの部屋の中ってどうやって入るんだろう。入れないんだけど。ねえ。どうやって入るのこれ。入りようがないよね。いや、わかんない。階段なんてありましたっけ？まあいいや。いらないのしてよー。これ200。200ぐらいしかない。アイテムは、まじ、つる足とかいらんし。使わないから。打撃バットもいらん。中から開けるしかないね。そうかもね。288個目さんいらっしゃい。もう弱いからこれいらん。これはまあ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 。まあまあまあ、300台いらん。300台はいらん。雨降ってきた？マジかー、やだなー。え？やだねー、雨。火炎壺と爆竹。手裏剣もな、あ、もう使っちゃおうって感じか。アイテムってこっち、あー、なるほどね。オッケー。で、火炎壺欲しいから、スーさんいらっしゃい。火炎壺、火炎壺。そうなんだ。なんで、狂犬病ってなんでゾンビなの？火炎壺をいっぱい作っちゃって。悪いこと？なんで？なんでなの？なんかしたの？クルトの爆弾。あー！これめっちゃいいやつだ。作れるようになってるんだね。あー、そっかー。久々だからなんか忘れてるけど、かなりたくさん設計図ゲットしたから、いい感じなんだよね。あ、なにこれ誰？トレードできる人がいる。うわ、めっちゃ強い。悪のサーベルだって。悪のサーベル。すごい強い。やばい。お金は足りそうだったら買っちゃう？あ、もう全然足りるじゃん。17万円持ってるんだよ、私。やばい。17万円持ってるよ。悪のサーベル。買っちゃおっかな。どうしよう。に釘とか、ここら辺のなんか安いやつ買っちゃう。これ空きスロットないから。ちょっと待ってね。いりそうなの全部買っちゃおう。投げ物とかいらんし。そしたら、悪のサーベル。20万円購入。そして、いらないのを打っていく。暗視ブースターとかいらん。いらんし。手裏剣とかも使わないから無理。
とは、いらないのは邪悪な刀よりもめっちゃ強いわ。なんちゃらケベジュ。ライフルはね、でも音が出るかな。あんまり、良くないね。リアルではチェーンソー？そうなのかな。あ、これ弱いんだ。高い位置と間違えて。今使ってるのがケベジュ。激闘のケベジュ。サイレンサーとか。いや、今のところサイレンサーとかない感じだね。これでいっか、とりあえず。使ってないよ。アップグレードプラス 3？ え、すごい、プラス3までアップグレードできるんだ。色によってか。だね。まあいいや。ここら辺も売っちゃって。ピンクだからだね。ここに、あ、これでいい。オッケー。ちょっと待ってね。オッケーオッケーオッケー。よし。で、ここで、缶を見つけなきゃいけない。ん？近所のおばちゃんが栗をいっぱい。栗って結構商品難しいよね。わかる。もらってもね。あ、価格交渉をさらに上げるだって。これやってから売ればよかった。やってから売ればよかった。感染者をおびき寄せて爆発出血と、三つの負荷効果を与える爆弾の作り方を学ぶ。価格交渉でいいや。OK。おいし、じゃあ、降りるよ。降りていきまーす。缶を探さないといけないんだよ。あ。どこ？飛行機。どこ？どれ？痛い。あー、割と近いかもしれない。行くかー。よし。よし、行こう。よいしょ。ダッシュ。あ、近いね。一番乗りで行きたい。よし。行け。あるか？どこ？あれか。え？あれ？それさ、通り過ぎちゃった。あった。イエーイ。あ、間違った。ヒーリングさんいないさ。危ない。集まってきてた。そしてさっきの、えーい、にゃー、よいしょ、オッケー、見て、ぐっちゃぐちゃ。悪魔のサーベルまだ使ってない。ポケモン GO こんな感じなんだろうね。買ってみて。いや、後でいいよ。改造するのも、改造してから使うし。
でーい。うわ、すごい、真っ二つだよ。うわ、いっぱいいる。楽しそう。よいしょ。よいしょ。終わってしまう。よいしょ。死んでる。よいしょ。死なれてるでしょ。リアルで。リアルでやってるのかな。だって私、デッドアイランドとか普通に上げてるけど大丈夫だったよ。やっぱ大丈夫なんじゃない？YouTube でしょう。デッドアイランドとかデッドアイランドリップタイドとか普通に上げてたけど。なんで逮捕歴あるの？あるわけないでしょうが。チンチン出たりするから18禁でしょう。完全な。よいしょ。で、あれを見つけなきゃいけないんだって。あ、まただ。ランダムクエスト。しょうがない、助けに行くか。めんどくさいけど。どこ？あ、こいつらか。さて、どう倒す？どう倒そうか。あ、間違った。やばいぞ。あいつら来るぞ。怖い怖い怖い。よっと。はい。大丈夫？オッケーオッケー。もう逃げたから大丈夫。いや、だって、拳銃、あいつらね、拳銃じゃないとね、なかなか死なないから。
や敵、そうそう、あいつら強いか、人間本当に強いからね。危な、人間本当に強いから避けるし、人間は避けるし、ね、超強いよ。アイテムどこ？スピードレベルアップした。缶を探せだよ。スプレー缶を探せ。ちょっとみんなも探して。スプレー缶。どこにあるかな。スピード。グラップル。敵を攻撃するときに、周りに投げられるようになる。ヘルスの回復。瀕死状態になった時のヘルスの回復量。前転受け身。落下ダメージを緩和できる最大高度が上がる。地面に接触、ん？接触、あ、ちっちゃくて見えない、近づかないと。接触する直前に丸を押して落下の衝撃を軽緩和。バックラッシュ。ダッシュ中に背後を振り返りながら投擲武器や UV ライトを使用できるようになる。ダッシュ中に三角を押しながら振り返ってから L2 で道具を使用。タックル。ダッシュ中に敵を肘打ちして攻撃する。ダッシュ中に L1 を長押しで実行。チクタク。ジャンプ中でも壁や平面な場所をよじ登ることができる。へえ、何それ。ねえ、タックル便利そうだよね。タックルにする。はい。スプレー缶が欲しいんです、スプレー缶。スプレー缶が欲しいんですよ。ちょっとみんな探して。一緒に。スプレー缶。スプレー缶。入れないし。スプレー缶なんかあるか。わわわわ。わかんない、あった、よし倒した。あ、この武器これで終わりだ。いいか。天は？天は知らん。よし。前なんていうの？その天があって、あ、あったあった。あれ？違う。違かった。その天がっていうやつが、なんかね、教えてもらったときに、リスナーさんの誰かが、これインテリアだよって言ってきて、あ、お疲れ様です。
私それ信じてたことあったよ。なんか卵型インテリアなんだよとか、おしゃれでしょみたいに言われて、へえ、そういうのがあるんだと思って。どこにあるの？そうだから、リシナさんが言うことをね、鵜呑みにしたらね、正義の味方？どういうこと？完全地帯でしょこれ。こっちじゃなくてこっちにあるの？スプレー缶ってどこにあるわけ？なくない？やあ、435コメさん、やあ、いらっしゃい。やあっていうことは、やあよついてるけど、あの人かな。違うかな。ここ入れないしね。入れる。いや、入れても何もないぞ。なんだよ。あ、なんかある。あった。やった、スプレー缶一個。塗料、塗料、塗料だって。スプレー缶一個ゲット。足場のところ、あつとさんいらっしゃい。え、朝味噌汁自分で作ったらいいさ。え、あとはこれ開かないんだよ、これ。書いてあるくせに。え、一個しかないよ。トレイドって書いてある。上の階とかは、ないのかな。ないね。そう、扉一つも壊せない。え、なくない？足場にあった？ないよ。え、探して、みんなも。はい、一個しかないよね。え、ないよ。ゾンビ発泡スチロール製。室内入れないんだって。ないよね。あ、ありそう。あれあった。あと一個、あと一個。あと一個は。あと一個、あと一個。匂いを出して、塗料。塗料のね、こぼれてるとこ、これ目印こういう感じだ。なんか外一階になんかありそうじゃない？こことか。ないかな。この上とかは？ないんか。
ないね。ないね、こう外出ちゃうもんね。いや、ない。はしごの周り？え、はしご全部はもう、あっ。わわわわ、あんなとこで爆発するなよ。クレザー。足場じゃなくて、これは、家だね。わぁ、クリさん、こいつら。うわぁ、登ってきた。うわぁ、うわぁ。怖っ。足が一本ずつ。うわ、なんで爆発したか。ミヤシーだった。そうなのか。ムームーさんいらっしゃい。ムーラージしとこう。念のため。なんかね、リア充って言葉聞かなくなったよね。ここら辺にあったりしないかな。ないか。え、もう一個なに、足場の上にある。うわぁ、登ってきたよ。うわぁ、なに今のジャンプしてくる。え、ジャンプ力やばくなかった？何だったの今の。47ここ見ちゃいらっしゃる。びっくりした。すごいジャンプ力だった。これさっき撮ったとこだよね。カウンターで入った。足場にあるの？なさそうだよ。ほら、戻ってきちゃった。下にもないもんね。誰かわかる？塗料がどこに落ちてるか。なくない？塗料。あと一個だよ、あと一個。デッドアイランド楽しいでしょ。デッドアイランドが、このゲームの元になってる感じだからね。開発チーム一緒だからね。開発チーム一緒だから。488個目さん、485個目さんいらっしゃる。そう、デッドアイランド1の開発チームが、高
れてどうやるんだっけ。あ、こうか。デッドアイランド1の開発チームがこのゲームを作ってるから、まあシステム的にはほとんど同じ部分がある。あ、出てきた。お？ああ、あの全部入りパックのやつか。あるね。あれでしょ、あのデッドアイランド1とリップタイドでしょ。500個目さんいらっしゃる。リップタイドはね、教えない方がいいか。リップタイドはね、あんまり好きじゃなかったな。面白かったけど、DLC でいいじゃんみたいなレベルだったかな。いや、さっきここ登ったよね。さっき登ったよ、これ。ないよ、カンカン。そうなの、わかんない。いつかわかんない。もうすぐなんだ。ねえ、リプタイではほんとなんか DLC でいいやって感じだよ。システム全く変わらないし。そっちじゃない方はさっき見たところだよね。上の階をさっき一個取ったでしょ？ここで一個取ったでしょ？もう一個あったりしないよね。しないよね。見落としとか。いや、やらないよ。やったとしても別にみんなに見せないで楽しむよ。で、そんな見せる必要があるな。コスプレ生兄さんのとこ行ってくれたらいいと思うよ。なんで見せる必要ないじゃん。だいたいだってゲーム放送なのに顔を出す必要性がまずないって。たまに出すけど。なんだかんだでたまに出すけど、うん、必要がないって。じゃけ、あ、これじゃないか。あった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 。オッケー、見つけた。で、飛行機どこ。あっちか。よいしょ。いや、だからそういう系の生ネシさんが やってるんだから、そういう系の生ネシさんがそういう放送をしてるんだから、もうそれでいいぞ。私が別にそっちの方向に行く必要性は全くないわけだよ。259個目さん、533個目さんいらっしゃい。大きい人いる。え？マフィア3？いや、買わないよ。
なんで？わわわわ、あいつらもういるじゃん。めんどくさいな。俺は火炎瓶でしとめる。はい、さよなら。これもう死ぬ、死ぬから、勝手に死ぬから。勝手に死ぬから。ほら。燃えろ、燃えろ。はい、勝手に死にました。先に取られちゃったね。まあ、しょうがない。片方は先に取られたけど、もう片方あるから。素直にブスだから晒せません。ブスだから晒せません。いいじゃんそれで。あー、533この線いらっしゃい。いちいちなんかあれだから、そう思うよ。あの、反論する気は全くないよ。たまにツイッターで顔出しをするけど、なんだろう、ちょっと見たい。見たいじゃない。ちょっとなんかたまにおしゃれした時とか、なんか構ってほしい時とか、ちょっと見せたいだけだから。ちょっと構ってほしい時とかにちょっと見せるぐらいだから、あんまり気にしないでいいよ。そうそうそう、そんなもんでしょ。みんなそんなもんだって。なんていうの、その、いや、そうでしょ。午後8個目されるじゃん。みんなそうだって。そんな、なんか見せたい気持ちがあるのは、なんかちょっと構ってほしい時とか、なんだろう、別にね、あの、なんていうの、お世辞でいいんだけど、なんかお世辞言われるとやっぱ気持ちがいいものなんですよ。仕方忘れてた。上ボタンか。あ、下ボタンだっけ。下ボタンだった。サリュウさんいらっしゃい。や、そんなもんだよ、みんな。だってよく、だってなんかたまーに見かけるけど、なんていうの、私ってほんとブスだわーとか言って、写メあげるやつとかいるじゃん。確実にそれなんかもう、思ってないからね。もし写メあげるときなんて、もうあらゆる角度で撮って、めちゃめちゃよく撮れたやつを、可愛く撮れたから見てほしいと思って、ツイッターにあげてるわけでしょ。いや、だから、事実と、なんていうの、普通にさらっと会った時とはぶったけるけど、写メで見るときなんかに、だいぶ違うと思うよ。ぶっちゃけ言うと。そんななんか言ったら、なんか可愛く撮れたら、見て見てって言いたくなるの当たり前だ。
そんなの。安藤さん、ハスさん、イライさん。なんか、なんていうの。みんなの夢を壊すのでようで悪いかもしれないけど、あんまりなんか期待しない方がいいよ。なんか、その、なんていうの。そう、なんて言ったらいいのかな。なんか変に期待してる人とかいたら、なんかそういうのあんまり期待しない方がいいよ。そう、みんなそうだって、そんな、何々ちゃんは違うとかってないから。ぶっちゃけ言うけど。で、わしだって、わし鼻にコンプレックスあるから、鼻なんてもう、落書きして見せないようにしてるもん。常に。見せたことないでしょ。そうだって、そんななんか。そんなもんだって。あんまりなんか。え？猫みたいな落書き？あ、あれスノーでしょ？スノーはぶっちゃけ言うけど、スノーで撮ると、目も大きくなるし、ちょっと可愛く映るんだよ。推しあんまり好きじゃないから使わないけど。614個目さん、612個目さん、偉いさん。よいしょ。ニコ生で序列を上げたい。どういうこと？あ、そう、プリクラと一緒だって。で、わしは、なんかその、なんていうの、目が大きくなったりするような加工ってあんまり好きじゃないから、ビューティープラスとか、なんかちょっと肌とかが綺麗に、なんていうの、補正してくれる、補正ソフトみたいなので、アプリか、補正アプリで、シャメ撮るよ。おいしいわね。いや、なんかね、肌とか結構綺麗にね、映してくれるんだよ。いろいろと得するんだろう、暗黙の序列が上がった方が。そんなんあるの？そう。なんかいろいろあるんで、おじい今最近使ってるのは、何やったかな？ちょっと待ってね。よいしょ。何その宇宙人。おじ最近使うのは、教えてあげようか？あれどれだ？なんか、ビーって書いてあって、ベス、なんて読むのかな？ベスティア？ベスティーかな？ベスティーかな？って読むのかな？お手取ると、取ったらもう勝手に補正かけてくれる。補正っていうか肌を綺麗にしてくれて、ちょっと白いっていうかなんか、なんて言ったらいいのかな。ちょっとなんか、若い感じに見える。631個見せないぞ。簡単に言ったら、なんか、例えばだけど、ニキビできてたとするぞ。それ見えないようにしてくれる。あ、それ。あ、それ。それとか使うね。
そうそうそう。そう、便利だよ。で、加工するときはなんかいろいろあるんだけど、フォトエディターっていうやつとか、あと、結構いろいろ使うよ。あ、ピクスアートっていうやつとか、スケッチグルってやつとか、デコプチとかなんかいろいろ使うよ。気分によって。そうそうそう。そんでなんか撮って、とりあえずなんか普通に撮って、なんか良さそうに撮れたら、ちょっとかわいいなんかスタンプとかにつけて、つけるか、とりあえず鼻が見られるの嫌だから鼻隠して、はいって言って、ツイッターにあげて、で、私的には結構その何、よく撮れたと思ってるから、なかなかいいねみたいに言われると満足なの。言われたらもう満足だから消すの。まあ、そんな感じだね。まあ、そんなです。ちょっと夜まで待って。でも夜だとちょっとあれだから。そう、そんなだよ。いつ隠したってしょうがないでしょ。なんていうの。別に自分が、なんかなんていうの。虚しくなるだけじゃん。なんか実際は全然違うのに。なんだろう。え、これ何したらいいのこれ。屋根入れて塗料を使ってヘリを着陸地点の印をつける。え、どういうこと？え、どこに？あ、こうやるのか。お、H。E。え、ヘルプって書くのか。はいはいはい。ヘルプ。こんなんで見える？もっと大きく書くでしょ。はい、オッケーオッケー。The roof's been painted. Good. Now there is one last thing. There's a duffel bag in the locker on the second floor. I'd like you to bring it to me. Since you probably open it, there's no point trying to hide the fact that there's 24.7 million dollars inside. $370 million. Edward,金はお前のためか。銀行預金者のほとんどはすでに人間ではないから。ネズミも犯罪ではない。君は始末したバイターから財布を取ったことはないのか。めっちゃ取ってる。バッグは回収する。しかし、携帯が俺まで呼ぶのは金。でも認めることになる選択肢がないか。カリムより嫌なやついいだろう。条件はのもう。お金を持ってこいだって。エロールのダッフルバッグを回収する。おっと、まあでも出し、いや世界って言っても全ての世界がこうなったわけじゃないよ。これ島だからね。確か。オッケーオッケー、閉めて。ライトってどうやってつけとこうか。難しい。
1区域だけだよね、こうなったのって。全世界がなってるわけじゃない。だから隔離されちゃってるんだよ今。うわ、なんか強そう。バランの打撃バット。ライトってもうつけ放題なんだこれ。え？あれ、ここじゃないね、池っていうとこ。え？どうやって行くの？ここから入るとかじゃなくて。え？エロルのダッフルバッグを回収する。エロル？ああ、食らっちゃった。ここか？あ、いけた。アニマル女優って何？アニマル女優って何？AV、AV 知らないよ。お金、お金。お、強いやつだね。よし。びっくりしたね、ちょっとだけ。わって出てきそうで嫌だな。なんかわーって出てきたときに、なんかね、おもらしとかしちゃったらちょっと怖い、嫌だね。うわー、嫌だな、なんかですわ。驚き系が一番嫌いだからしい。え？したことないよ。ねえ。したことないよね。空っぽだ、やはりな。空っぽじゃないか。わわわ、見て見て。内臓、ソーセージ。Reem said I was a fool to trust you. It's not what you think. I would have taken you with me. うわ、最悪。騙された。I had to tell who would be on board, so I gave them your name. Now, I don't know who you are, but they knew. And they said you were a no-go. 何者かしら彼らを気にしていたよ。だからわざとありもしない金を探しに来てた。金なんてない、すまないくらい。でも私の家族をここから出してやりたかった。屋上に使えそうなものを置いてきた。約束した内容とは違う。これぐらいのことしかできない。いろいろとありがとう、クレイン。幸運を祈る。ああ、自分だけ脱出しやがった。あいつ。自分だけ脱出しやがった。よし、首跳ねた。
早く倒れろ。よし。何もないね。開かない。あ、まだいる。よし、よし。あ、もうどんだけいるんだ。なんかいいアイテムとか落ちてそうだから、しっかり探索してから行こうね。学生だった。しっかり探索して行きましょう。楽しいよ。下の階だな、まず。いやー、こっちの方がやっぱり新しいかな。なんか新しい楽しさがある気がする。あっちよりできること多いもん。でも、デッドアイランドはちょっとおふざけ要素があったでしょう。こっちはどっちかって言ったらちょっと真面目な感じ。本当になんかサバイバルっていう感じがするから、どっちも楽しさはあるよ。違う楽しさな感じがする。どっちも楽しいよ。わかんない。ウォーキングデッドシーズン全部は見てないからわかんない。重要なアイテムとかないの？ないね。あー、キアさんおはよう。違った。よいしょ。705、コメさんいらっしゃい。全然飽きないよ。楽しいよ。私はね。まあでもデッドアイランドの方がなんか話のなんか移り変わりがあって、
面白いかもしれない。これは本当に真面目な脱出ゲームっていう感じだから、好き嫌いあると思う。デッドアイランドはちょっと笑える要素とかも結構組み込まれてるから、またなんかちょっと違う感じがするよね。うわ、見て見て、死体が並んでる。死体死体、イエーイイエーイイエーイ、死体の上を歩いてやったぜ。よいしょ。これいけないの、これ。あれ、いけないのか。じゃあ上の階に行くしかない。よし、死体じゃないでしょ、お姉さんでしょ。いるいる、こいよ。いしょ。放置した死体とかガス溜まってて、そうそうそう、爆発するやつもいるよ、ゲームの中でも。あ、なんかある。よいしょ。あ、なんかある。やった。ダフルバッグはもうないんだって。嘘嘘をつかれたんだって。あるあるわけもないものを探しに来させられて、でさっき無線で入ったじゃん、すまないって、嘘をついて探させたって。自分の家族と自分だけ逃げるって。ヘリコプターに乗って、代わりに役に立ちそうなものは置いていくから許してくれって。ないのを捨てようと。これいらない、釘バッ、あ、これめっちゃ強い、つるはしら。よいしょ。小物結構いっぱい落ちてるね。ガス缶とかいらんし。広いね、これ。オイル、めっちゃ来るじゃん。強いね、たまに強いの出てくるから、ね、
なってないよ、まだまだ大丈夫。側まで行ってないとかあるよね。楽器？いやもう無理だと思うよ。一応ピアノ習ってたけど、もうできないよ。そもそもわしだって、あ、そう、なんでよく知ってんの？なんで知ってんの？そう、お姉ちゃんは、あの、スポーツとか全くできないんだけど、あの、そういう系はすごい、できる。わしより。私はどっちかって言ったら、体を動かす系の方が好き。あ、これか。出しつけろ。なんかアイテムありそうだ。そうそうそう。あ、よく言われるけど、私結構あれですよ。スポーツできる人ですよ。球技以外ね。球技以外だったら。そうだね。いや、エロいのは関係ないでしょ。よいしょ。749個みたいです。まあ少々人を殴ったり蹴ったり潰したり切り刻んだりね。よいしょ。こんなもんか。なんか大したものなかったね。久々だね、この時間までゲームするって。最近なんかもう忙しすぎて、もう疲れて寝ちゃってたからね。ゲームできなかったもんね。クリアかと思ったのに。あ、クリアか。さっきのとこか。これさっき開けたやつだね。よし。あ、なんか置いてある、置いてある。びっくりした。
開けらんないさ。おやすみ。I thought we had an understanding. I think we have a better understanding now. But you want to shoot me? Another time, maybe. He did leave you a few goodies. I was going to nick him, but I thought, no, Kareem, or... You're almost okay, Kareem. Almost. Until next time. Good luck, Kareem. Exactly.ああクリアだ。食料を置いてった。やった。わからない終盤なのかな。サブクエも全部こなしていってるから、サブクエもやっていってるから、時間はかかってるよ。こんなもんか。オッケー。サブゲームめっちゃやってる。一緒終わろっか。朝まで寝るにして。はい、ということでお疲れ様でした。またよかったら遊びに来てください。お相手はドッシーでした。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。